分の可能性に気づき行動を起こすきっかけを作りたい、出会ったことがない人との交流を通して良い刺激を受けたいといった向上心あふれる女性は多いのではないでしょうか。本日はメディア戦略事業部の佐藤が福岡市内で月に一度開かれている女性を中心とした交流会に参加、代表を務める森咲子さんを取材してきました。今回取材した輝く女性プロジェクトキューティーとは、福岡の自然派化粧品会社株式会社桜化粧品の森咲子社長が代表を務め、今年で3年目を迎えています。森さんに会を作られたきっかけ、続けられてきての思いなどを聞きました。最初はこういう会を作ろうとは思っていなかったんですけれども、たまたま私がすごくお会いしたいなって思う方が福岡に来られるということで、その方が人を集めてくれたら講演会しましょうかって言ってくださって、じゃあぜひやらせてもらいたいと思って、たくさんの人に集まってって声をかけたら、いつの間にかこの会ができたという感じで勢いで作りました。輝く女性プロジェクトっていうのはミッションがありまして、自分の中の可能性に気づいて行動を起こすきっかけを作って、人と人とのつながりを作るというものなんですね。で、ここに来て今こんなことで困ってるって手を挙げると、誰かが私こんなことできるよってまた手を挙げてもらって、そうすると困ってる人も助かって、手を挙げた人は、あ、私こんなことができるんだって自分の可能性に気づけたりするんじゃないかなって思うんですね。なので、そういう人と人とのつながりの中から自分の可能性を見つけて、自分の人生や自分のビジネスを発展させていける場になったらなというふうに思っています。同会の定例会は自己紹介タイム、名刺交換、仕事に関するプレゼンテーション、 PR などがあります。今回の参加者は30名ほど、公務員、起業家、占い師、保険会社員など顔ぶれは多彩。その後、夜の部として懇親会夜ミーがありました。夜ミーという名前には、あなたと私、 You and me、 あなたに会える You me と、夕方からのミーティング You me など、誰でも気軽にもっと楽しく参加しやすい会をという意味が込められています。女性だけでなく男性の参加も認められています。今回の感想を聞きました。ダイヤモンドはダイヤモンドしか磨きないっていうのを経営者の方から聞きまして、じゃあ人は何によって磨かれるかっていうのを聞かれた時に、人は人で磨かれるんだよっていうのを経営者の方からお聞きしまして、じゃあ人に磨かれるにはどうしたらいいかっていうと、こういう異業種交流会とか人が集まるところに行って、いろんな人に出会うことによって自分を磨くことができるんだよということを聞きまして、参加させていただきました。皆さんやっぱり生き生きと目標を持って夢を持って仕事や生活をされているので、私自身も改めて夢の大切さや、本気で思うことが必要だというふうに感じましたので、今日参加させていただいて非常に良かったと思います。また次回も参加できたらと思います。その他、人間関係の幅が広がることでやりたいことが見つかる、刺激になるという声を多く聞きました。皆さん楽しそうな笑顔が印象的でした。以上、メディア戦略事業部の佐藤がお伝えいたしました。